と。皆さんこんにちは、ナンシー書前です。本日は板絵の作品をご紹介したいと思います。とこちらは本当展示会ギリギリまでやっていた作品、青い桔梗というタイトルの作品です。とこちらは、お花の部分は薄い和紙を貼り付けて、三河で貼り付けているんですけど、その和紙を一枚一枚グラデーションに染めて貼り付けています。ここら辺のちょっとゴールドの和紙なんかは後ろに白絵の具、表側にゴールドの絵の具っていう風に分けて乾燥させて時間差で染めてます。なのでこういう変わったテイストの和紙になっております。はい、とてもお気に入りで、夏にぴったりの涼しげな作品となっておりますので、ぜひよろしくお願いします。お問い合わせの方は福屋八丁堀本店7階美術画廊です。ぜひよろしくお願いします。ナンシー書前でした。